演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらカルビーの47都道府県ポテトチップス徳島県代表ナルトの渦潮味鯛だし香りを食べたいと思います。いや逆だろって言い込まれそうです。確かにポテトチップス渦潮といえば最もレギュラーな味ですが、どんな感じなのかな、やっぱり違うのかな。徳島県でも鯛だしだしが効いてるってそれとも塩が違うってこと、食べてみないと分かりませんね。これはやっぱり見た目は通常のポテトチップスと変わらないですね。それではいただきます。普通のお寿司音の違いがよくわからないな。もちろんわかる人にはわかるんだろうけど、どうだろう。通常のポテトチップスと食べ比べでは何か違いがわかったのかもしれませんが、今までは個性的すぎますが、普通に美味しいお寿司用のポテトチップスとしか感じられなかったのが残念です。台出しもどこが効いているのか、薄塩のポテトチップスとしてここに来てシンプルが来たのかというような感じでは美味しくはあるのですが、物足りなさがやっぱりあるかなということで、こちらの点数とさせていただきます。代表者にしてはちょっと目立たないかな。それでは建国記念日月曜にあるのがっかりか、いや日曜では。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。